井手口正明は、福岡県福岡市出身のサッカー選手。ポジションはMF。三人兄弟の長男で、末裔もプロサッカー選手の井手口洋介である。10歳の時に、地元のサッカー少年団に入る。中学ではアビスパ福岡のセレクションを受けたが、不合格で、地元の別のクラブに入った。東福岡高校から阪南大学に進学し、チームが優勝した2010年度の関西学生サッカーリーグでは自身も年間最優秀選手賞などを受賞した。2011年に横浜 FC に加入。同年6月4日の J2 リーグ第15節東京ヴェルディ戦でリーグデビュー。本来のポジションであるボランチの他にサイドバックとしても起用され、3年間で22試合に出場した。2014年2月1日より、同年12月31日まで香港の横浜 FC 香港に期限付き移籍。2015年、横浜 FC に復帰。2016年、横浜 FC とパートナーシップを結ぶベトナム1部リーグのホアンアインザライ FC に完全移籍。22試合に出場して3得点を挙げ、クラブの残留に貢献した。2017年も同クラブでプレーしていたが、4月に契約解除となった。2017年8月、FC 大阪に完全移籍で加入。2018年末、FC 大阪を退団。2019年3月、カンボジアメトフォン C リーグのビサカ FC への加入が発表された。2019年12月31日、メトフォン C リーグのプノンペンクラウン FC に移籍。2020年末に入籍。2021年シーズンは、ラオスの FC チャンタブリーでプレーすることになったが、COVID-19 パンデミックの影響により、ラオリーグ1は中止が決定した。ユース経歴プロ経歴。ありがとうございます。